ジャニーズの北川さん、今回は誠にご迷惑申し上げます。彼は長い間この業界を支えていただき本当にありがとうございます。私も若い時いろんなところでご一緒させていただいたことがございまして、お顔を拝見することはちょくちょくありました。そんな中で体の具合が悪いというようなお話を伺った時に、まだお若いのにどうしてこんなことになってしまうんだろうというふうに心配いたしましたが、その後症状回復というようなお話も伺ってたんですが、急に悪化したんでしょうね。まだ80代、これからまだもう長期高齢化時代ですから、これからまだまだ十分活躍できたお年なのに3年でなりません。申し訳ないですが、黙祷を差し上げたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。3分間の黙祷になりますので、よろしくお願いいたします。黙祷。北川さんがお育てになった若い歌手の皆様はさぞ悲しみに打ち砕かれておるかと思います。彼の新人の対する発掘、教育、デビューについては業界でも右に出る者はおりませんので、彼にかなう者は誰もおりませんでした。そんな中で、ほぼ独占的にジャニーズを育て上げ、業界で、あるいはもう世界的にも有名なグループにしてしまったということで、評価は大変高く、今も素晴らしいなという方が続々いらっしゃいます。そんな中で、私もちょっとお会いできたというのも、これも何かの縁ではないかと思っております。本当はもっと酒でも飲みながらいろいろですね、将来の日本のことをですね、話ができれば幸いだったんですが、なかなか私も忙しいもんですから、時間がなかなか取れなくて、そういったことも、お電話でということもできますが、なかなかできなくて、意思の疎通はちょっとできませんでした。それがとても残念に思っております。今後また彼に続くスーパースターが出てきて、若手を育てて日本の未来を明るいものにしていただければと思います。いや、本当に返す返すも残念で悲しいです。皆さん、年取られた方はしょうがないんですけど、皆さん先立って行かれますので、残されたものについては悲しみしか残らないということになりますので、とても寂しく思ってます。ぜひ残された方という方が申し訳ないですが、83歳とかお伺いしてますので、ちょっと昔からすると83歳、すごい長生きだね、長寿だねっていうふうに言われますが、今は80代、90代も当たり前のような状況になってますので、今回は本当にもう
申し上げます。